そうでしたよね。でね、やっぱり今日見てるとね、つくづく、ああ、やっぱ九州の人っていい人たちだなっていうのすごく懐かしくなっちゃってね。なんだかこうホカホカしてきますよね。そうだな。でみんなユニークでしょ。そうね、あの80何歳のあの千人を目指すおじいちゃん。そうでしたね。やっぱり独特の生き方してるし。あとお土地柄でしょうかね。うん、そのテッシンさんの、うんうん、ああやって幸せだって思ってしまう魅力が土地にあるんですよね。だからね、みんなね、自分の生き方っていうものをね、こう貫いちゃってるんだよな。はい、あ、Going my way。で僕ね、いかにも九州らしいと思ったのは3333段のあの石段。あれね、登ってみりゃそう、何があるのってあの言ってたけど、そこを貫いて自分の意思で持ってずっと行ってしまうこのね、たくましさ。そういうもんなんでしょうか。マラソンのおばちゃんたちも素敵でしたし、みんな我が道を行く、はい、そして細かいことにこだわらない、こだわらないよかよっていうこの精神、いかにも九州らしい。みんなもう一度試してみるといいですね。あの人だかりは何だろう。昔懐かしいポンポン菓子や妙にも冴える炭火灰、屋台で味わう世界のグルメ、新旧さまざま路上の商い、来週のそこが知りたいお買い得、今評判の路上商売。